浜田議員、宮城さん、黒川さん、応援演説ありがとうございました。私、若い力、26歳近藤海人、本日匝瑳市議会議員選挙立候補いたしました。人生初めての第一声、大変緊張しております。 NHK 党関係者からもたくさんの応援が来ていただいております。まずはじめに、ここまで支えてくれた皆さん、匝瑳市民の皆さん、支援者の皆さん、本当にありがとうございました。私がね、匝瑳市議会議員立候補しようと思ったきっかけ、それは匝瑳市は現在年間約600人のペースで人口が減少しています。なんと5年で3000人もの人口が減少しております。その中で若者が匝瑳市を離れていってしまう、この問題に大変疑問を持ちました。この問題を何とかしたい、そう思ったとき市議会議員を見てみました。市議会議員の仕事とは、まず一つに行政の監視をする、二つ目に市民の声を聞く、その市民の声を聞く、若者の声を聞く市議会議員が、なんと匝瑳市は千葉県で断トツの高齢化をしておりまして、半数が70歳以上、1人42歳の42歳の方がいますが、それ以外は皆さん60歳以上です。市議会議員には匝瑳市を変える力があります。ただそこに若い人がいないんです。このポスター見てば、わかりますが、で皆さん連絡先がわかりません。市民の声を届ける仕事、ただ皆さんに連絡ができない、若い人が、ありがとうございます、市議会議員に連絡ができない、このような状態ではやはり匝瑳市議市から若い人がどんどん離れていってしまいます。ただ私にはやはり力がありません。地盤も看板もカバンもありません。このような時、 NHK 党の出会いがありました。 NHK 党の私がとても素晴らしいと思っていることは、既得権益、古いものをぶっ壊すという、古いものをどんどん変えていこうという、 NHK 問題に代表して日本の古いものをどんどん壊していこうという、そのエネルギーをお借りして、今回匝瑳市議会、匝瑳の市政を私近藤海人、若い力で変えていきたい、その思いで立候補を決意しました。ここまで大変苦労しました。立候補するにあたり、たくさんの人が批判も受けました。ですが私、北は飯高地域や、南は、ありがとうございます、野坂の地域、たくさんの地域歩き、市民の声を聞きました。皆さん若い人を応援してくれるんですよ。匝瑳市は素晴らしいとこです。何が素晴らしい、それは市民の方が一番素晴らしいんです。このことをね、日本中に PR してきます。私、世界中に PR してきます。そうすれば若者がどんどん匝瑳市に帰ってくる。今日もね、東京の方から匝瑳市を離れた若者が応援に来てくれました。こんなに盛り上がってるなら匝瑳市に帰ってもいいかなと言ってくれました。こうやってね、若い人が挑戦する、そういう姿を見せて、私匝瑳市盛り上げていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。匝瑳市民の皆さん、近藤海人に清き一票をよろしくお願いします。以上です、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、なんかこれで大丈夫です、閉めてもらって、それでは本日お昼の12時からこちらで演説させていただきました参議院議員の浜田聡先生、習志野市市議会議員の宮城総一先生、そして NHK 党幹事長黒川敦彦さん、そして今日の主役、今回の選挙の主役であります26歳近藤海人、マイクを持たせていただきました。それでは一旦こちら、これでマイクを演説を終わらせていただきます。ありがとうございました。すげえ。
ゃあ最後にね、 NHK 党のね、はい、お決まり文句というか、はい、やりましょう。はい、皆さん準備してください。総座市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。